はい、ルームセンターの翔太です。本日も一般的には知られてない体の秘密や可能性図などの食紹介させてもらおうかと思っております。はい、本日のテーマなんですけども、速く走るために必要な股関節ペダリングのやり方についてですね、紹介していけたらと思っております。で、速く走るためのシリーズ、ね、の一つになっております。まあ、かなりね、うちの動画でも速く走るには大腰筋が大事ですよとか、その中でも特にカーブがとにかく大事ですよとか、ハムストリングスとかも内転筋とかもね、お尻の近いところがね結構大事だったりするわけなんですけども、そのようなね大事な筋肉を使いやすくするための一つの方法が今回紹介させてもらう股関節のペダリング動作になっております。非常に優秀でございます。ただね、ちょっと難易度が高いのがまあ少し玉の傷かなと思うんですけども、まあね、しっかりと見ていただければと思います。で、今回のね内容なんですけども、こちらの方ですね、まあ、これ結構有名な方の本なので知ってる方も多いと思うんですけども、高岡秀夫さんの、股関節の本ですね、こちらの方からですね非常に参考にさせていただいております。かなりねやっぱ素晴らしい内容で、まあ、パッと見ね簡単に見える内容なんですけども、まあ奥深い内容になってまして、まあ、非常に優れた、見解ね、この人すごいなって個人的には思います。まあ、いろんな方のね、本参考にさせてもらってるんですけども、今回の内容は結構ここから参考させてもらってますので、本家本元を、ね、知りたい、ちゃんと勉強したいって方はですね、ぜひともこの本見ていただいた方がいいかなと思います。今回の内容はあくまでも私個人の見解ですので、まあ個人のね、人がまあこの本を見て何となく感じたことを喋ってるんだなっていうふうにですね思っていただければなと思っております。はい、では始めていこうと思います。はい、ではいきます。速く走るために必要な股関節のペダリング動作とはね、一体何なのかってことをやっていこうと思います。まずですね、速く走るには基本的には筋活動としてはやっぱ大腰筋とハムストリングス、内内転筋とか、まあ、その辺がうまく効いてインナーで走るっていうのが基本原則になってきます。で、遅くなってしまうパターンとしてはですね、やっぱり足を上げるときに大腿四頭筋に入ってももの前に入っちゃったりとか、切るときにふくらはぎばっかりで蹴っちゃったりとかするとですね、基本的には遅くなってしまうという形になってきます。で、ある程度ね、大腰筋が効いてても、やっぱりこういう要素が少し強めに出たりすると遅くなっちゃうんですね。まあ、個人の中でも調子がいいときは、よりこっちによるし、まあ、10-0 じゃないってことですね。100% こうなったら、もっとめちゃめちゃハイパフォーマンスです。もうほとんどの人は、こっちにどれぐらい寄れてるかどうかがやっぱ勝負になるわけなんですけども、これがどうしてもね、調子が崩れていくとこっち寄ってきたりとか、なかなかこっち近づけたいと思ってるのに、どうしてもね、足上げるときにもも前に入ってしまうって方も結構いると思います。どうしてもね、もも前でもも上げしちゃうと、接地の時に膝の前に入っちゃうので、ね、ブレーキになったりとか、膝が崩れたりとかですね、そこから大腰筋のバネを使いにくくなったりとかってことは結構ありますので、どうしてもね、この足を上げた時に、大腿四頭筋に入るっていうのは、非常に避けたい動作の一つですね。もちろん他にもあるんですけども、結構大きく避けたいところの一つになります。足を上げた時に、ももの前に入るというのはね、非常にやりたくないんですね。で、これを改善するために必要なのが今回紹介させてもらう股関節のペダリング動作という形になります。で、股関節のペダリング動作というのは、そもそもこれですね、股関節がこうぐる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 こうペダリングをするような感じですね。右左が自転車を漕ぐような形でこうぐる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 ここを回すようなイメージで走れるかどうかになります。普通の人はですね、足を上げる、特にももを上げる、で足で蹴る、上げる蹴る上げる蹴るってイメージの走り方になると思うんですけども、ペアリング動作は股関節をより内側ですね、この股関節の近いところをくる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 回していくようなイメージになります。これができると大腰筋とかハムストリングスのきしる上の方とかがより効きやすくなってですね、非常にバネのある走りになりやすくなります。この回転をね、もちろん小さくすれば、初速上がりますし、この回転をちょっと大きめにすればより大きくストライドも伸びていくっていう形になってきます。で、まあ、言うのはね簡単なんですけども、非常にね一個大きな大問題があります。っていうのは、この股関節の場所がきっちり分かるかと、股関節がきっちり動くかっていうのが非常に重要です。で、これは開脚ができるとか前屈ができるとは関係がありません。開脚や前屈ができてもここが分からなければうまく使えないんですね。逆に開脚や前屈ができなくても、ここが分かって動けば十分下部大腰筋や、ハムストリングスは十分に効いてきます。で、関節の位置ですね、その大事な位置ですが、これ模式図なんですけども、骨盤があって、仙骨があって股関節がこうついてるんですけども、ほとんどの股関節が使えてない方っていうのはですね、股関節の位置があまりよく分かってません。なのでどうしてもこう中殿筋の感覚、外側ですね、まあ、大天使とか、まあ、股関節の外側ね、股関節のイメージが結構強い方が多くてですね、あとは股関節を上げるのにどうしてもももの前を使うので、この辺のイメージですね、こことかここのイメージが非常に強くて、股関節を動かしていると
実はこの股関節のペダリング動作というのは難しくなります。逆に股関節のペダリング動作ができるというのは、股関節がこの内側にあるこの股関節のコットの位置がよく分かってて、動かせている人ですね。ここがぐる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 ちゃんと動く場合っていうのは、この大腰筋、下部の大腰筋とかが効いてくるという形になってきます。なので、まず第一段階としては、この股関節がしっかりと分かるかどうかがまず第一段階ですね。で、分かってきたら、それをこうぐる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 回していけるかどうかが第二段階という形になってきますので、あなたがですね、もし速く走りたいと思うのであればですね、普通にね、もう上げて蹴る、蹴上げて蹴るじゃなくて、股関節をしっかり認識した上で、ぐる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 回す動作を習得していただければなと思っております。はい、そしたらですね、実演していきたいと思います。はい、そしたらですね、最後実演していきたいと思います。股関節のペダリング動作ですね、どういう形かというと、ここですね、ここで動かせるかどうかになってきます。ただ普通の人っていうのは、大体股関節の位置がちょっと外寄りにイメージがあります。大天使とかね、中臀筋のイメージが強かったりとか、大腿四頭筋、ももの前のイメージが強かったりします。そうするとですね、足を上げるときにどうしてもももの前にね、こう入っちゃうんですね。こんな感じに入っちゃうんです。そうすると上げるときにももに入ると、接地でももの前に入っているので、ブレーキがかかったりとか、しかも膝が沈んでしまったり してしまいます。そうするとスピードが出ないという形ですね。逆に沈むのを嫌がって膝をガンと伸ばしちゃうと、それぞれブレーキがかかってしまって前に進まないということが起こってきます。逆に股関節ですね、股関節がちゃんと分かっている場合、股関節がちゃんと分かっていると、こう大腰筋で股関節を上げやすくなってきます、まあ、そうするとですね、上げた時にももの前に張りにくいので、接地の時にそのまま上げた大腰筋で接地ができる、かつハムストリングスも効くので、場面として前に出ていきやすくなるという感じですね。股関節が分かってない、足を上げるタイプ、ももの前で上げると、ももの前、特に外ですね、外で上げちゃうと、ここで張ってきてそのまま接地しにくいので崩れる。それが大腰筋、股関節でちゃんとスッと上げると接地の瞬間にここでパチンと入れる形になっていきます。なのでしっかりね、地面の反発をもらって速く走ることができるという意味では、股関節がちゃんと使えてるかどうかというのが非常に大事になってきます。で、これが連続して起こる場合ですね、この股関節を連続してこうぐんぐんぐんこう回していけるようにしていくと、本当ね、自転車のペダリング動作、こう漕いでるみたいなイメージで、股関節、ここですね、ここを動かす、ここをこうやってペダリングするイメージではなくですね、ここですね、股関節がこうゴン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 回っていくようなイメージで走っていけると、下部の大腰筋を利かしながら接地がしっかり大腰筋で接地しやすくなっていく形になります。で、歩幅を広げていこうと思ったらですね、この股関節のペダリング動作をちょっと大きめに回していく感じで、ペダリングのこのギアを大きく上げていくようなイメージでやってもらうと、しっかりのバネも強化されてきますので、じゃあおすすめになってきます。はい、ここですね、ここを使うっていうのが大事です。で、ここを使うっていうのもね、今だいぶ話しましたけども、ここがね、そもそもわからないとね、話にならないわけですよ。股関節の場所がまずそもそも理解が、ね、できてないとですね、結局この動きってできませんので、基本的には股関節の位置をしっかりと理解してもらう練習が必要になります。で、おすすめなのがね、膝立ちでやってる練習ですね、股関節のシフトっていう練習をしていきます。で、股関節はね、位置は、まあ、ちょっと内側にあるんですけども、この曲がる、折れ曲がってるところですね、前に行くと出てくる、後ろに行くと入るんですけども、ここをしっかりと、認識ですね、左右に動いたりとか前後に動いてみたりとか、こう互い違いこう動かしてみたりとかしながらですね、股関節の動きをしっかり理解してもらって、股関節に乗せて足をゆっくり出す、股関節に乗せてゆっくりと足を出すという練習をしていただくといいかなと思います。この時ね、中臀筋とかでグッとお尻でグッと固めて出してしまうと、結局股関節の位置分からなくなっちゃうので、できるだけこのお尻の筋肉使わない、できるだけお尻の筋肉使わないで股関節に乗せて出す、できるだけ股関節に乗せてゆっくりと出すというのが理想になります。こうやってね、体傾けてしまっても意味ないですからね、体はまっすぐで、かつお尻の筋肉できるだけ使わないで股関節に乗せて動いてもらうっていう練習していただくと、股関節がね、ゆるく柔らかくなってきます。やってるとね、どん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 柔らかく認識してると柔らかくなってきますので、そうするとね、立った時にここの感覚がより分かるようになると思います。で、分かるようになってきたら、これを使ってペダリング動作で走っていくという形になっています。まあこれね、ペダリング動作で一言で言うとかなり簡単に言ってますけども、まあ本当はね、ちょっとこの間にいろんな練習を入れ込まないと、かなり難しいです、実は。かなりね、簡単に見えて非常にややこしい練習になってますので、まあ、その詳細とかね、結構本に
あの本ですね、先ほどの高岡秀夫さんの方にも、ね、結構練習の方法とかいろいろ書いてますので、まあ、そちらの方を、ね、参考にしてもらって基礎から、ね、やっていただくとすごく、ね、あのハイパフォーマンスになるんじゃないかというふうに、ね、思っております。はい、ということですね。本当、内容的には、ね、さらっとしてるんですけども、なかなかね、やってみるとかなり難しいと思います。やってて、でも感触としてはですね、非常にこの下部の大腰筋をすごく活性化させてくれる内容だな、これをうまく使うことによって大腰筋による垂直前屈のパネがね、明らかに強くなるのでですね、ぜひともね、早く走りたい人ですね、ぜひとも取り組んでいただけたらと思っております。はい、ということでね、今回はね、内容はこれで以上にさせてもらおうと思っております。 YouTube でね、動画出せないときはですね、 Instagram の方にもですね、トレーニング動画とか企業の動画出してますので、そちらの方も参考にしていただければと思っております。で、ユーム全体について詳しく知りたい方はホームページの方にもいらしてください。はい、ということで今回はこれで以上にさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。